ラセエヌ・シュルメールは、フランス、プロバンス・アルペ・コート・ダ・ジュール地域圏、バール圏の都市、バール圏南東部、地中海に面する、西のマルセイユと東のサントロペの中間に位置する。コミューン内のサブレット地区は、マリーナと漁港のある、リゾート地である。地中海性気候で、夏暑く冬は、相対的に湿気が多く温暖である。港は時に強風に襲われることがあり、 1983年11月28日に風速1 4 8キロメートルを記録した。コミューンに吹きつけるミストラルを北部のモール山地が遮る。平均気温は摂氏15.9度で、霜が降りることは稀だが1986年2月10日に引く摂氏7.5度を記録したことがある。ラセーヌとは湾の付け根にある湿地帯に生える足を指す。この植物は、 シアーネとも呼ばれ、時を経て、ラセーヌと呼ばれるようになった。検証によると、ラセーヌの集落はかつて、シスフールに属していた。2世紀以上にわたり、ラセーヌには造船所があった。最初にできたのは1711年で、木造のボートを建造していた。19世紀半ばに造船業は、発展を遂げ、この時代に、金属製のボートが作られるようになった。 19世紀初頭に潜在的に汚染された製造活動を経験し、その後ほとんどが組み立て作業となった。1848年に造船所は数千平方メートル以上拡張され、1300人が働いていた。1855年からホルジュエ・シャンティエドラ・メディテラネ社が製造部門を運営するようになった。会社は 公民療法に船を建造することで業績を伸ばした。第二次世界大戦中の1944年4月29日、組み立て部門など一部が爆撃で被害を受けた。しかしその後再建され、1949年には25ヘクタールの拡張が行われた。オイルショック直前の1973年には、ラセーヌの造船所には5000人以上が雇用されていた。 1985年から活動は大幅に減り、1989年に最後の船が建造されて、ラセーヌの造船所は閉鎖された。経済活動の過去を失い、他部門への転換と多様化が求められた。結果としてコミューンは海の観光に軸を移した。ありがとうございます。